アイテムを落とし込むっていう時にただ単にパンを再現するとなると市場性っていうところがやっぱり重要なポイントになってくるので、現代の生活の中で使われる商品をどうやって配布するかで、かつ4つ柄がありますので、2つはやっぱり公衆印伝といえば合成袋というところで和装に合いそうなものを2つ、あとは現代生活に馴染むものとして小物入れ、化粧ポーチとかにもありますし、あとガジェット、モバイルバッテリーなんかを入れられるようなアイテムを作ったりで、こちらが通帳とかパスポートですね、お薬手帳なんかも入れられるような、名刺を入れるようなこんな感じで診察券なんかも入るので、いろんな用途にお使いになれるようなものをアイテムを選んで、色もちょっとバランスを、全体のバランスを考えて一応作ってみました。芸術品だ今回の色を合わせるときに模様にある程度沿ったテーマごとに合った色を選ぶんですけれども、原則としてそのオリジナルでこちら の, 絵巻に彩色しても違和感のない色、かつインドの山本を展開しているオリジナリティのあるカラーという色でこの4つ目4カラーを選んでます。ありがとうございます。特に明るい水色なんか私は結構これ好きですよね。難しいので、そうですね、ただやっぱりこれは裏設定が夏ですね、水遊びをしているところ、これが春で、春の芽吹きの舞というイメージ、こちらが冬、ちょっと凍てつく氷のイメージで、道具のイメージもあります。こちらは本当の原作ではぬすっと働いたカエルをウサギが追っかけて、あ、猿がぬすっと働いてウサギとカエルを追っかけてるところなんですけど、これススキを持ってるんで秋のイメージで、ちょっと茶色っぽい側にして、一応春夏秋冬で色目も合わせてます。そうですね、これまた使い込んでいくとさらにまたね雰囲気が変わっていくので、なんか手を洗って使わないといけないかでもメンテナンスみたいな人の手の油が一番いいんですよ。あ、そうなんですか。触って日常的に触ってあげるのが一番皮にとってはいいです、しまい込んじゃうのが一番もったいない。なのでもし長崎さんすでに公衆印伝のものをお持ちでしたら触ってあげてくださいそれが一番です。お願いします。はい、今回内閣総理大臣賞を受賞されたということで、はい、この世界でトップということで認められたことになると思うんですけれども、これをきっかけに今後どんな活躍をされたいですか。そうですね、公衆印伝って企業はいくつかありますけれども、なかなか政策体験ですとか後継者育成事業にはまだ手が回っていないのが現状です。印伝の山本では独自にその政策体験とか広報見学をオンラインなどでも今やってますので、そういったところで会社のサポートをして地場産業としての認知を広めていきたいなと思っています。今回のデザインですけれども、はい、どんなところが一番のポイントでしょうか。そうですね、もともとはっきりしない線で描かれた長寿人物戯画を単線の漆で再現できる模様に落とし込んだところと、あとサイズ感である程度いろんなアイテムを使っても対応できるサイズ感に収めるというところで苦労しました。特に若い人たちなんかにも見ていただきたいと思うんですけれども、店舗以外でどんなところでこの製品を手に入れることができますか。現段階では弊社の店頭とオンラインショップ、オンライン、はい、あとは電産協会の展示場が伝統工芸青山スクエアというのが都内にありますので、そちらにお出かけいただければ商品をご覧いただけます。じゃあ皆さんにぜひ購入してくださいってそうじゃない、山梨県よく PR してました。山梨県のこの伝統工芸である印伝の一番の魅力は何でしょうか。公衆印伝は作った段階でもちろんとても綺麗なんですけれども、使っていくうちに5年10年経つうちに漆が冴えてきて革の質感も変わっていきます。その風合いの変化を楽しむというのは公衆印伝の本当にいいところだと思いますので、長く多くの方に使っていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。